せーの、なーしーさん、まるでーす、あかりでーす。 MBTI の動画たくさん載せるので、その他の動画もチャンネル登録してみてください。はい、今日の動画は INFP 仲介者の心理機能。心理機能の動画を初めて見る方のために簡単に説明したいと思うんですけど、心理機能っていうのは MBTI とは実は全く別物でございます。 MBTI は4つの種類のアルファベットの組み合わせで成り立っているのに対して、心理機能っていうのは4つの要素の心の機能で成り立ってます。1個目が主機能、引き手のように使う最も得意とする機能です。もうこれに基づいてその人は行動してますみたいな考え方。2個目は2個目はですね、引き手がうまく使えない時に補助的に出てくる左手のような心理の機能です。3つ目は、代替機能って言って、この2つともが機能しない時に出てくる機能になります。例えば人の心を読むのがめちゃくちゃ得意な人が、なんか今日人の心読めないなってなった時に論理的に考える力を使うみたいな、ピンチの時に出るやつね。4つ目が劣等機能って言って、この、最初に持ってた3つは自分が持ってる機能なんだけど、4つ目は一番得意としてる機能の真逆の機能です。なので嫌悪感が出てしまうほど苦手な機能です。これは自分がキャパオーバーしてる時とか余裕がない時、具合が悪い時、お腹空いた時、眠い時にこの機能とぶち当たるとでイラッとします。急に拒絶反応だよね。でこれが多分ね一番共感すると思うよ。だからこの3つの機能に関しては、そんな力あったんだとか、確かにそういうの得意だわみたいな目線で聞いてもらって、4つ目のこの劣等機能がいっちゃ面白いんで、ちょっとそこを注目しながら聞いてもらえると面白いと思います。それじゃあ INFP の心理機能バイ。ということで早速話していきたいと思います。空想妄想が大好きな神秘的な存在っていうのが INFP で、人の心理とか自分自身の哲学とか、自分の思想とかマイワールドに没頭していくみたいな、そういうのが INFP の特徴です。 INFP あるある動画はこちらから見てください。詳しく喋ってます。なーしーた。そんな INFP の心理機能について話していくわけでございますが、まずは聞き手となる主機能 FI、内向感情、自分への矢印の感情です。私はこう感じるがめちゃくちゃ大事だし、物事を選択する時もそうだし、何かと接する時とか話す時に聞く時は、私はこう感じるを無意識に優先して感じ取るっていう特徴があります。これが INFP の真の強さだなって思う、なんかなんだかんだ周りに流されずに、私はこれが大事っていう価値観があるなっていうのが、この主機能の FI の働きだなってすごい思います。客観的にこうするべきことであったとしても、自分自身が本当はやりたくないことだったらやらない方が正義だし、本当はこれをしない方が円滑に物事が進むなって思っても、自分がそれをしたければ回り道でもそっちの道を通るのが INFP にとっては正解なわけ。自分の気持ちを自覚するっていうことがすごく得意だし、自分自身の価値観を理解するっていう能力にめちゃくちゃ長けてるのが INFP です。では次、左手補助機能、この、私はこう感じるっていうのを深めていくために補助的に使う機能、なんだろう、 NE 外交直感、外矢印の直感、もうちょっと簡単に言うと、何々かもしれないよねっていう可能性とか洞察だったりとか想像っていうのを広げていく、外に向かって広げていく、外の状況から一つの状況から10個の可能性を広げることは容易だし、常に未知に向かってる矢印だから、もう想像とか一個何かが起きたら、例えば大雨が起きたら雨が降って濡れるが、この外交直感が乏しい人の考え方ね。INFP みたいに外交直感が、強い人の考え方は、大雨が降ったら濡れるし、雪崩が起きちゃうかもしれないし、雪崩が起きたら家が崩れちゃうかもしれないし、家が崩れたら家がない人がたくさん出て困っちゃうから避難所が必要になるし、未知の可能性がふわっと一瞬で広がっていくっていうのが NE です。これ感性が芸術的って言われるやつじゃん。そうそうそう、理由紐解いていくとこれで組み合わさってるんだなって思う。そうそうそう、でちゃんと自分の思想とかを持ってるっていうのが主機能だから、もうここがもうほぼほぼ INFP
象徴するものですね、うんうんうん、いつも助けてもらってますよ。私はもう苦手な機能が FI なので、あなたはこう思ってるんでしょって自覚させてくれたりとかね、なんか目標に向かって突っ走ってしまう時とかに、いやこういう可能性もあるんじゃないとか、今決めなくてもいいんじゃないって言ってくれるのが、うん、この2つの機能なんだなって。このあらゆる可能性を一個も捨てずに公平に扱う、うん、こっちの方が可能性高い、こっちが起きる可能性は低かったとしても、でもどっちも起きる可能性があるんだったらフラットに考えようよみたいな。だからさ、早い段階で選択肢を絞っていきたい MBTI いるじゃん、うん、まあ、私とかなんですけど結構これ嫌がるんだよね、うん、まだ別にありでもよくないそれもってなる、うん、そうなんだよ。整理っていうよりは可能性を広げる側だから、うん、だから多面的に物事を捉えるとか、いろんな発想をするとか、洞察力とか、そういった部分でかなり力を発揮するのが INFP です。だから INFP ってさ、ちょっと調子悪くなるとさ、悪い妄想が広がっちゃったりとかさ、自分の欠点を広げていって、うん、自分なんてって落ち込んでっちゃったりとか、うんうんうん、あとなんか突然この辺の話してるのにこの辺飛んじゃったりとかするじゃん、うん、これはあの NE 左手の使い方をちょっと間違えちゃってる時、うんうんうん、あれみたいになっちゃってる時にこういうことが起きます。では3つ目、補助機能。これは利き足のように働くので、うん、右手も左手もうまく機能しなかった時はポンって出ていくんだけど、うん、手ほど器用じゃないから失敗もします、うん、っていう機能。何 SI 内向感覚、うん、矢印は自分向きで、感覚は五感的な事実ベースに自分が感じること、うん、だから自分が五感で感じた過去の経験を蘇らせる機能、うん、食べたことあるものの方が選びやすいし、自分が行ったことあって楽しかった場所の方が行きたいし、うん、なんか行ったことないけどめちゃくちゃ楽しそうな場所と、うん、行ったことあってめちゃくちゃ楽しかった場所をどっち行きたいって言われたら、行ったことあってめちゃくちゃ楽しかった場所。この前食べて美味しかったメニューをまた頼むよね、うん、食べたことないやつチャレンジしようよって言っても、いやでも美味しかったからこれ行きたいって言うんだよね、うん、そうそうそう、確かに見たこと、聞いたこと、感じたこと、匂ったこと、うん、そういったことを蘇らせて、うん、自分の経験を認知していくっていう機能が代替機能です。楽しかったことをもう一回やりたがるの可愛くて好きなんだよね、うんうん、前やったことがある遊びをまたやろうとするとかさ、可愛くない？可愛い。楽しかったんだって思うから、うん、可愛いんだよ。あとめちゃくちゃ可愛いなって思うのがさ、めっちゃ楽しかった思い出話をずっと覚えてるとかさ、経験に基づいた成功の道筋、うん、とかを意外とこう明確に言ってきた時とか、うん、あれいつも の, あの妄想的なところと違くて、急になんか事実ベースも言ってきてリスペクトみたいな、うん、なんか成功体験とかを話すのが上手なの、うん、意外って思う。なんでこんなに組み立てられるのとか、うん、こんな表現の仕方ができるのとか、その時のことをこんなに厚みを持って覚えてられるのみたいなね。高校の何年生の夏にみたいな、うんうん、すごいみたいなこれが不安定に働いちゃった時は、さっき言った美味しかったメニューをもう一回食べるってあったじゃん、うん、これがもっとゾーンといくと、慣れ親しんだものに固執するっていうのがあるから、例えば今の環境を変えるのが怖いから、慣れ親しんだ環境が結構辛いものであってもそこに固執してしまうとか、あとは記憶を呼び起こすのがすごく得意だから、トラウマとか結構抱えやすい、強く刺激に残ってる過去の経験を蘇らせてしまう、これはいい経験もそうだし悪い経験もそうだから、結構なんか INFP そういうところに苦しんでる時あるじゃん。なんかそう、うまくいかなかったことは今やってもうまくいかないんじゃないかって思うこととかね、今は環境も状況も変わったからいけるんじゃんってなったとしても、いやでも前失敗したからっていう感じね、うん、野球部とかでさ、俺が打てば優勝みたいな、高校野球で見せた経験をさ、うん、大学の勝負の時に思い出しちゃうみたいな、うん、どう、自分だったらそう思わないですもん。その経験を見たからさらに強くなった自分います。あの時の話すぜ。そうだよね、やっぱねすごい違いを感じるよねそういう時に。最後に劣等機能について話していきたいと思います。劣等機能は TE、はい、外交思考です。私の機能ですね。 TE を自分が余裕がない時に見せつけられると拒否反応が起こります、うん、知ってます。では TE とは何か、正しい方がこちらだ。正しい方こちらでございます、どうぞ。論理的な正当性を求めていく機能でして、その正しい方っていうのは何に基づいてるかっていうと、一般的、社会的に合理的なこと、あとは、客観性を大事にする。つまり主機能と補助機能にあったような、全ての可能性を残して自分の内側と向き合った結果道を選ぶ
の時 の, あの例で出したけど、こっちに行った方が効率は悪いのは分かってるけど、自分自身興味があるのがこっちだし、こっちに行きたいと思ってるからこっちの道が正解、うん、じゃん、うん、INFP が、うん、でもこの TE を主機能に持ってる人は、え、何言ってんの、効率悪い、え、自分の感情よりも正解はこっちだから、うん、みたいな、こちらですみたいな。でしかもそれプラスあるのが、じゃあ自分はこっちがいいって思ってる道があるので、じゃあそっち行けばいいじゃんって言った時に、そこだけとは決めきりたくないんだよね、うんうん、そうするとあっ なる人はいるんだけど、うんうん、でもそういうことだよね。自分の今一番やりたいって思ってる道もあるし、効率的そうな道もあれば、まだ見たことない聞いたこともない道もあるから、全ての可能性を取っておきたいから、どれかに絞りたくないよって。でこの T 全開の人は、悩んでるのは分かるよ、でも結局効率を重視するのが今は正解だよ、こっちって言ってくるじゃん、可能性残させてよ、いらんみたいな、うざんみたいなになるのが、INFP です。なので、この T、物事の条理、社会全体の共通認識、ルール、伝統、こういったものに基づいてることに対して、普段はまあでもそれもルールだし分かるよっていう風に受け止めるんだけど、自分に余裕がない時はイラッとしてしまうっていうところがありまして、この TE を主機能に持つ MBTI はですね、 ENTJ 指揮官、 ESTJ 幹部、この2つが主機能に、TE を持つんですよ。多分仕事の時はなんか ENTJ とかその幹部が言うような TE っていうのも INFP は割り切ってると思うのね。でも恋愛とか親友とかになった時はすごい嫌だと思う。デートに効率って何みたいな、どっちかになります、喧嘩に落としてくるって何みたいなね、本当に本当にそうよ。相互理解希望でございますから。逆に INFP と、今真逆なのが ENTJ って言ったんだけど、似てる MBTI は ISFP が、長所と短所が同じっていう風に言われてて、あとは、ENFP、ここは、心理機能でも強みが同じだから、MBTI 的には内向外向にはなるんだけど、意気投合できるっていうのが結構あったりします、INFP と私心理機能真逆だけど、いつも私の気持ちはこうだよねって、私が自分の気持ちをないがしろにして突っ走っちゃう時も教えてくれるから、すごく感謝しています。個人的には相性がいい MBTI 第1位だと思ってますので、どうか私のことが嫌いになっても ENTJ のことは嫌いにならないでください。チャンネル登録と高評価お願いします。絶対 ENTJ のことが嫌いになっても、私のことは嫌いにならないでくださいの間違いだろうと思いました。その体制でさあ、よろしくお願いします。え、間違えた、じゃあまた見てね、バイバーイ。